北沢直吉は日本の外交官、政治家、内閣官房副長官、茨城県筑波軍大、穂村、大和座長、高野生まれ、旧姓下妻中学校から東京商科大学に進学し、1925年に卒業するとが異務省に入る。入省してすぐアメリカに赴任し、プリンストン大学で MA の学位を取得、斉藤博史大使の下で、 対米交渉の一員として加わるが、斉藤大使の死去に伴い帰国する。その後は、香港で中華民国との和平工作に従事するが、1941年に在中華民国大使館一等書記官憲北京総領事となり、1943年にはビルマ大使館に参事官として赴任し、ビルマ首相のバーモーンが、 日本軍の敗走と共に亡命する際に案内役となった。終戦後、外務大臣官房に入り、茂光葵、吉田茂外務大臣の下で秘書官を務めるが、バーモを逃亡法助の容疑で一時期菅野高知署に拘留される。1947年の総選挙に、日本自由党公認で、茨城県第3区から出馬するが落選。 民主自由党公認で出馬した1949年の総選挙で初当選を果たす。以降3度の落選を挟んで衆議院議員を通算7期、この間石橋内閣、第1次元内閣で内閣官房副長官を務める。アメリカとの外交経験のみならず、アジアや中東との事情に明るいこともあって吉田茂に徴用され、 吉田大臣後は佐藤派福田派に属し親台湾派の重鎮として日中国交回復に反対した。また、筑波研究学園都市開発にあたっては地元出身者として反対派や地元関係者との折衝にあたった。1976年の総選挙に落選し、政界を引退。1980年4月、君に当局日、重光明を受賞。 1981年死去ありがとうございます。